アラカンスタイリストの沢木優子です。明日から2泊の出張で出張コーデ、スタイリストの現場出張コーデを今日はお届けしたいと思います。出張コーデの前に、この間イネスで、ユニクロイネスプチスカーフ買ってきました。セール 100% シルク 50×50 でなんと500円、安いですよね。これを頭に巻こうかなと思います。まず三角に折って、そしてもう一折りで頭のね、サイズぐらいに折り曲げます。はい、で後ろに持っていって、でここで縛るだけ、こう縛りましてですね、テヤンデベラボーメみたいなもう古すぎてわからないですよね。はい、こんな風にここで縛るだけなんですが、ポイントは私耳が立っているので耳を隠します。ここを広げて、こちら側もこうお耳をね、しかもポーンってこうね前に出てるんですね。でこれを隠してですね、そしたらここも邪魔になるのでこれも隠しちゃいます。中に入れちゃいます。はい、入れ込んでバランスを見て、そうするとピアスが出るじゃないですか。小さいピアス、こんな風にね出ますよね。でただ後ろに縛ってるだけなんですが、もうスカーフ便利、ヘアバンド代わりにもなります。でこのままなんかストローハット、はい、かぶったりもします。500円のイネスのシルクのプチスカーフ、お買い得さあじゃあね、出張コーデに行きたいと思います。さあそれでは出張コーデの前に、この間買ったシーンのスリッパ、これすごい履きやすい、ふわふわです、お気に入り。さあ今日のね、出張コーデ全部でこんな感じ、2泊です。パンツ明日ね、まず仕事の現場に行くので、これ明日はホテルで仕事なんですね。ライブがあるので、もうそういう時はね、色は黒って決まってます。なのでアニエスのパンツに、よっこらしょ、はい、エスカーダのこのトップス、これカットソーとシルクがね一緒になっていて、でこのシルクのブラウス、ちょっと変形で光沢もあるんですよね。でこの組み合わせにします。1日目はアニエスのパンツ、ワイドなね、スカートに見えるようなパンツにエスカーダのブラス。そして2日目は純子島田のドットのブラスにします。はい、ちょっと目がチカチカしますね、これドットが。そして3日目、帰る日はやはりこれローレルっていうね、エスカーダのちょっと若いバージョンのモノトーンのシルクのブラウスですね。リボンがついていて、ここにちょっと見えますか、パーツアクセサリーがついています。でもし万が一寒かった場合ですね、寒かった場合はインナーにこのユニクロの豆黒ゴーチ、これまたね再販されてますね、シアトップス、これをインナーに着ようかなと思っています。そしてアクセサリーなんですが、やっぱりまだ暑いと思うので帽子はマスト、現場に行ったら脱ぎますよ。でリングはシルバーにしようかなと思っています。シルバーの大きめのリング、今季はねちょっと大きめが流行ってるんですよね。そしてノースリーブなので手元はブレス、こんな感じで、あとですね、シーンでこの間買ったポーチですね、これを肩掛けに持っていこうかなと思っています。でこのバッグには下着が入ります。下着は今回下着も見せちゃいますよ、まあまだ新品なのでね、豆黒ゴーチのセットアップ、これね最近お気に入りなんですよ。知ってます皆さん、
豆黒ゴーチの、これまだ新品なので写してますよ。はい、このショーツすごい履きやすい、ニットショーツみたいになってるんですね。で、色違いで白もあります。で、これ白はセットアップにしてみました。豆黒ゴーチのトップスとセットアップで白のこのニット、これニットショーツすごい履きやすいです。はい、そして部屋着は、まあ、このね、一人で行くのでトップスに合わせてやっぱり豆さんのユニクロのこのニットパンツを履いて過ごします。2泊です。すごいね、スリッパ脱いじゃった、このくらいの感じで、まあ2泊3日だから、トップスが3タイプですね。そしてボトムはもうワンタイプで、そして部屋着で行きたいと思います。で、私はだいたい1泊2泊の場合はこの無印のトランクを使ってます。じゃじゃん、こんな感じです。さっきヨガやっていたのでヨガマットの上に引いてしまいました。はーい、また向こうの様子は動画でお知らせしたいと思います。バッグに入れたらこのくらいになってしまいました。洋服ね、全部これバッグに入れて、これはね、仕事用のバッグですね。で、化粧品はもうこんなにコンパクトにいつも持っていきます。はい、ということでふっくんです。ふっくんはい、こんな感じです。片面がら空き、ここに全部収まってしまいました。明日から2泊3日の出張コーデ、こんな感じです。そしてこれがマメさんのエアリズムのキャミソール、これすごい肌触りがよくってお気に入り。そしてこれ新品ですよ、まだ。ショーツもマメさんのニットショーツ、これも本当伸縮性がよくってお気に入り。柔らかいんですよね、素材も。そして初めて持っていくシーンのこの間買ったポーチに黒の帽子、はい、帽子は必須です。そしてやっぱりサングラスも持っていかないとね、これも日焼け帽子必須です。そしてリングは大きめが流行ってます、シルバーのリングで、左手が大きかったら右手はちょっと小さめをつけます。シルバーでいこうかなと思っています。着るを楽しみ、選ぶ力をつけて噛んでしまったのでもう一回。着るを楽しみ、選ぶ力をつけて自己表現する、賢く買ってファッションを楽しもうを提案しているアラカンスタイリストでした。最後まで見ていただいてありがとうございました。